皆さん自身ってやっぱり20年前と変わられたところとか、うん、逆に変わってないな、20年前のそのままだなっていうところって池森さんどんなところですか。変わったのはですね、まずもうファッションですね、はい、ファッション、はい、変わらないところは、まあ、やっぱりあの音楽を愛する気持ちですね。まあ、なんかその言葉聞けてすごい嬉しい、ね、うん、ファッションっていうのはちなみにどんな風に変わってきたんですか。グレーは絶対着てなかったですね。いやいやいや今日グレーですよ。色界、色界、色界。僕アマチュア時代すごいブラックミュージックが大好きで、はい、まあ、そういう音楽をずっとやってたので、そのなかなかあの名残といいますか、はい、抜けなくてですね、はい、こうずっと B ボーイ的な、はい、ちょっとダボダボした服とか、もう今はもうちゃんと体に合ったサイズの洋服着ますけど、昔は本当に嫌で、あのこう体が出るのは、その B-boy の洋服慣れてるからね、はい、それがですね、2000年、ラインがね、ラインが出ちゃう服ですね、うん、恥ずかしがり屋だったってことね、まあ、恥ずかしがり屋というか、そういうまあしばらくね、ちょっとディーンになっても、ディーンの洋服とほら全然合わないじゃない、そうイメージ、ちょっと爽やかって感じ、イメージありましたもんね、ね、それにこう、うん、慣れるまでに、はい、かなり今だともう、B-boy、B-boy グループからですね、はい、お前は裏切るもんだっていうぐらいそういうのやっぱりあるんですね、ま、全くそういう、変わってきちゃったなと、変わってしまった今日は本当にタイトな白いパンツに、グレーのジャケットという、当時には考えられなかったぐらい、そうだったね、はい、でも逆に私今ではもうそちらの方が想像できない感じになりましたもんね、まあそれでいいんですそれでいいんです、それでいいんです